増ヶ谷1丁目から増ヶ谷3丁目。郵便番号は171-0032。増ヶ谷は北側に東池袋、東側に文京区大塚、南側に高田、文京区目白台、西側に南池袋、目白と接している。また、増ヶ谷霊園とも接するが、霊園の住所は、 豊島区南池袋4丁目であり、都電荒川線の都電増志がや停留場も南池袋にある。増志がやにあるのは、都電岸も新前停留場と東京メトロ、福都新線増志がや駅である。駅名の由来にもなっている方、明寺の岸も新道も地内にある。町域内は、幹線道路沿いにオフィスビルなどの高層建造物が見られるほかは、住宅地となっている。 住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、雑誌ヶ谷3の20の10の地点で51万円、平方メートルとなっている。元来北豊島郡雑誌ヶ谷村であったが、1889年東部が、小石川区に残部は、高田村にそれぞれ編入され、小石川区雑誌ヶ谷町、小石川宮下町と、高田村大和座、雑誌ヶ谷、 増子ヶ谷朝秀になる。1898年小石川区は東京市の一部となり、さらに1932年高田町が東京市に編入された際に、豊島区増子ヶ谷町1から7丁目となったが、1966年に住居表示を実施したため、文京区側が目白台、戦国に、豊島区側も北半分が西池袋と南池袋にそれぞれ編入されてしまい、 町域が縮小した。現在都電の停留所や霊園が南池袋に立地しているのはこのためである。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している。 通学区域の学校も選択することが可能。ありがとうございます。